このチームでやるっていうのをしっかりと頭に持ったんでピッチに立ちました。本当に1セットでしっかりと締めてゲームを終わらせるつもりでしたけども、失点直後に西川選手が牧が最後持ったけど牧が前に出てボールを取りに行けと西川選手に強く背中を押されてゴールを取りに行きました。声が出せない中でもこうやってたくさん